回はですね、はい、あの聞いてみたかったことがありまして、うん、欲しかったけど買えなかった車、うん、って何かありますか、うん、っていう、うん、あるありますか、ある、お、明確に何ですか、もう明確にある、俺、はい、言ってください、いつ頃、うんとね、18歳の時、あ、そう、昔ね、うん、まずオイルショックがあったの、うん、で排気がどうのこうのっていう、あ、排気圧とかいろいろ、あとパワーもダウンしましたよね、そうなんだよ、うん、で俺のもう尊敬するスカイライン GTR が、うん、このケンメリが 100何十台で打ち切っちゃったの、そうなんだよ、これね、もう俺、幻の車になってしまう、幻、もう俺これが欲しかった、もう高橋国光のケンメリのあの GTR のレーシングカーのポスターを俺買ってきて四隅に貼ったもん、もう神様のように、じゃ手に入らなかった理由は、物がないの、あ、そういうことですね、もう生産してないということで、そう、これはね、幻の GTR 160? 100、うん、そんなもんですよ、そんなもんですよ、だからほとんど世の中で目にすることがない車、これよく言われてる愛のスカイラインですか、そうです、ケントメリーの、ケントメリー歌いましょうか、いや、いいです、あ、そうですか別に聞きたくないです、あ、そうですかこれは欲しかった、あ、でもなんかちょっとエレガントでしたよね、そう、セクシーなの、なんかこの気持ちわかるな、ね、で、この CM も良かったな、また良かったですね、うん、歌も良かったですよね、いいよね、うん、テリーさんは、僕はね、うん、先月欲しかった車なんですよ、先月近いじゃないですか、車、はい、こちらなんですけども、はい、おお、これそう、ランドローバー、はい、ほう、あ、ちょっとテリーさんっぽくない感じですね、うん、なんで今みんなゲレンデとかみんな武骨じゃないですか、はいはい、武骨な、まあそれから、まあ、ディフェンダーとか、うんうんうん、武骨な SUV よりも、うん、エレガントな、それも無駄な2ドアの SUV なんて今ないんですよ、あ、そうだね、ないでしょ、ない、今みんななんかそれこそなんか戦車みたいになってきてるんですよ、なってる、ソウルの中で、まあ、ランド、レンジローバーあたりはさ、品があるんだよね、うん、王室御用達だからね、そう、イボーグは特にね、レンジローバーはもっと武骨なんですけども、うん、イボーグだけはなんかスタイリッシュで、あ、品がある、そう、だからどっちかというとタイトなスーツが似合いそうな、あ、今日まさにいいじゃないですか、いや、だからこういう格好の似合い SUV がいいなと思って、はい、で買いたいなと思って、今もちろん、はい、7、8年、もう10年ぐらい前から生産中止になったんで、うん、あ、そう、あの、いいなと思ったんですけども、僕この前、うん、あの、あれ、三菱の車買っちゃったでしょ、だから置く場所がなくて、もういよいよ、ね、あんなでかいもの買うからだよね、そうなんですよ、だからあれ買っちゃったんで、うん、まあ、これももっとでかいんですけども、これも幅、え、もっとでかい、2メートルぐらいありますね、横幅、だからそれでもちょっと、これ見た目はいいんですけども、実際持つとね、うん、2ドアででかいと、あれだなと思って、まあ、諦めちゃったんですけど、まあ、おしゃれですよね、そうですね、リボーグは、はいはい、なんかありますか、欲しい車、欲しい車ですか、うんうん、でもそれこそこの間、あの、土屋さんがロールスロイスは天井に流れ星が出るっていう話聞いてから、やたらそれ一生に1回でいいんで見てみたいなと思いました、後ろに乗ってこうやって夜仕事終わりでそうよ、こう星がね、星空があって、な、何分かに1回流れ星がスーッと流れるいや、だからもうそれ本当に意味わかんなくて、いや、意味わかんないけど、いいね、体験してみたいなって、なんか俺って幸せだなと思う、じゃあ今度あれしましょうか、何、この番組で、うん、あの、ロールスロイス借りてきましょうよ、あ、いいですね、それ、いいじゃないですか、それ貸してくれると思いますよ、レンタルありますもんね、とは思いませんけども、くれは、くれはないでしょ、貸してはくれると思う、確かに確かに、じゃあ3人で夜ドライブしましょう、うん、そう、あ、いいですね、ね、で今借りてずっとグズグズグズ返さないでクリスマスぐらいまで借りてましょうよいいですよね、だってほらガレージは鎌倉にあるからさ全然 OK だよね、どうしましょうか、ちょっとそれお願いします、うん、検討しましょう、ロールスロイス、うん、上で星が流れてます、ね、全員苦笑いしてるそれでいきましょう、はい、行きましょう、はい、さあ今回のテーマなんですけれども、はい、まあ毎回この番組は相当ディープな内容をお届けしておりますが、はい、うん、今回はそれに輪をかけるような形でよりディープなものをご紹介していく回にしていこうかなと思っております。さあ問題です、こちらのパーツ何でしょうか、わかった、あ、土屋さんわかるよね、空気清浄機だ、こう、え、これいや空気清浄機、もちろん車だよね、もちろんです、どこでしょう、車の中でこうシューって出てくるんです、ね、違います、蒸気が違います、違うの、違うの、これよく見てください、ここにほら接続できるようになってるんですよ、こういう風に
つなげられますよ。なんかつなげるの？そう。どうやってやるのか。分かった。ちょっといいですか？はい、そこにストローを刺してこうなる。いや違う違う。いや、まあね、土屋さんはもちろん分かってると思うんだけども。分かってますよ。テリーさん分かりますか？こう、こう。まあそういう向きです。そうかな？そういう向き、そういう向き。こういう向きかな？そういう向き。ね。ってことはここになんか。出ました。なんかこんな感じかな。さすがです、テリーさん。こちらお名前がですね、クイックリリースステアリングボス。ボス、まあよくボスって言いますよね。はい、と言いまして、ハンドルを脱着するためのパーツなんです。うん、こういうのって正直言って普通ね、車買うともう最初からついてるじゃないですか、ボスはね。ボスはね、ハンドルはね。そこ、まあ、ステアリングは買えるけども、ボスまでなかなか目が行きませんよね。普通の人はね。行かないですよね。我々はこうやってこうシートずらすでしょ、うん、シートずらすんだけど、シートの位置とステアリングの位置が微妙に気に入らない時があるの、うん、その時はスペンサーかませるの、ステアリングボスに、うん、こうここにこういうステアリングボスにスペンサーかまして、で自分のステアリングの位置、肩からの位置、これを調整するの、うん、でこれはおそらくだけど盗難防止とかに役立つ。あ、そうなんだ。だから本当はこういう脱着式のステアリングボスってレースとかで使ってるの。なるほど、ね。まあ、ドリフトもそうだけど、うん、結構使ってる人多いの。なるほどね。ではですね、はい、今回はこのパーツを作った方に直接お話を聞いていきたいと思います。さあ、あのこの株式会社ワークスベルさんなんですけれども、はい、創業40年で、日本で唯一クイックリリースステアリングボスを製造している会社になります。40年前からこれを作ってるってこと？うん、いや40年前からではないんですけど、創業40年で、はい、ずっとあのステアリングボスの製造メーカーをやってたんですけど、まあ、途中からこういうあのギミックのある、うん、パーツをちょっと作り始めた。なんでその脱着式を考えたの？やっぱりあの最初の入り口っていうのはずいぶん前に、日本でも F1 放送されるようになって、うん、はい、非常にブームになったじゃないですか。ステアリング外してね、はい、こう置いてかっこいいぞみたいな、はい、その乗り降りの時にやっぱりドライバーが外してっていうのを見て、これかっこいいよねみたいな。いや、かっこいいよね。入り口はやっぱり単純にそこなんですよ。だって F1 はさ、こう止まってピットに止まったらもうステアリングこう外してここに置いて降りてくるじゃない、うん、かっこいいじゃない、うん、そういう発想ですよね。そうです、そうです。それをあの市販の車にも使えるようなものを、うん、まあ、我々ステアリングボスメーカーなので、うん、うちでできないのかなみたいな、うん、そういうところからですね。海外にはそういう脱着できる、はい、あのメーカーはあるんですか？基本的に市販車用のっていうのは多分うちが世界で初めてだと思う。そうだ、あんまり聞かないですよね。レース用っていうのはいっぱい、うん、あのもちろん、うん、あのイギリスですとか、うん、あのアメリカでレースの専門メーカーってありますんで、うん、そちらではあの使われてて、もちろんその F1 でも使われてたのはそのレース用のクイックリリースだと思うんですけど、市販車向けっていうのはうちが最初だったんじゃないかと思います。一般の方って、まあ、それこそ土屋さんみたいにレースやってる方別として、はい、一般の方ってその脱着式の、うん、そのボスなりステアリングっていうのを必要としてるんですか？そうですね、最初はやっぱりまあ、してない方が多くて、ただ僕らみたいに単純に好奇心旺盛で、うん、かっこいいねっていうところから入ってきてくれた人はお客さんになってくれたんですけど、うん、やっぱり馴染みがないものですし、やっぱりステアリング外れるっていうことに対しては、うん、ちょっと怖さがありますね。非常に怖さもあったので、まあ、うちとしてもその車検対応でなんとか出したいっていうところでは非常に苦労しまして、うん、まあ、そうか、はい、車検対応がありますもんね。車検対応はうるさいですよ。そうですよね、そんなボーンってね抜けちゃったらねそうなんですよ。一番こう苦労した点ってどこですか？そうですね、やっぱり今おっしゃってたように脱着するんで、やっぱ危険、うん、一番は怖いですよね。すね、簡単に外れちゃうっていうのが、ね、映画でありましたよね、外れちゃったとかね、はい、トミックの映画でね。そうですね、
だからそういったことがないように、自社の中で工業試験機っていうのもちゃんとありまして、繰り返し試験10万回テストだとか、あとは破壊試験、あとまあ第三機関を使った、疲労あ破断試験だとか、そういった試験を繰り返しながら、素材のを選び、まあ、あとは軽量化ですね。やっぱ車どうしてもやっぱこういうものをつける方って車軽くしたいと思うんですよね、でそういったところでも軽量化を図って。でもこれ結構重いですよ。そうですね、それでもね相当軽くなったんですよ、これで、だいぶ軽くなってます。でこう外使っているところにスチール、やっぱり強いものでスチールを使ってたりしたんですけれども。アルミじゃダメなんですか？いや今アルミなんですよ。アルミの鍛造材を使ったりとかで、強度と軽さを、兼ね備えたもので構成してるんですけど、やっぱりそれぐらいになっちゃう。なっちゃう、じゃあカーボンで作ればいいじゃないですか。そうするとですね、多分買えなくなっちゃうんですね。高くて、これってどこで売ってるんですか？基本的にはショップさん、あとは量販店さんで売ってるんですか？はい、販売しております。まあだけどさ、今時の車ってほらエアバッグがついてるじゃないか、だから難しいんですよね、脱着が。だからスポーツカー系が多い。そうか、エアバッグついてるとダメなんですか？エアバッグはやっぱり取っ払っちゃって、車外のステアリング、ステアリングに交換しないとこれはちょっと使えないんですよ、だからスポーツカーの人って割とこのステアリングエアバッグなんかいらねえよっていう人多いの、でステアリング変えちゃうでしょ。ステアリング変えちゃったら割と太ってる人だとこういうシートをつけるとさ、ステアリングとのこの膝の距離がなくなるから、それでこういう脱着式を選ぶ。あとはこう跳ね上げ式ってある、跳ね上げ式もありますよね。あります、はい。そうすると太った人でも乗り降りが楽になる。そうですね、確かに。僕は昔エクストレイル乗ってたんですけども、エクストレイルも跳ね上げ式、なんでこれついてるんですかって言ったら、運転席に座りながらスノボーの靴を履けるからって言って、初期のエクストレイルにはついてたんですよ。かっこいいなと思って、それで僕買ったんですよ、スノボーもやんないのに。あ、そうだから今のレーシングカーなんかみんなついてますよ、脱着式か、こういう跳ね上げ式か。そうですよね、すんごく乗り降りが便利。便利ですよね、そう、ハンドルがあるとないとじゃもう全然違う、ここにあるからこれパーンってやっちゃうから ね。これそのワークスベルさんならではのこだわりっていう部分はどこになるんですか？そうですね、やっぱりうちで先ほどもお話ししたボールロックシステムという特許がありまして、それを使用しているんですけど。具体的にはどういうことですか？ボールで外れないようにロックするんですけど、そのうちで作ろうと、その F1 を見てかっこいいから作ろうよってなった時に、意外とリサーチするとそのトップ位置合わせないと入らないとか、合わせて入れても最初からガタがあるとか、非常にレースではある程度認められても一般車両では難しいなっていう感じが非常にしたので、とにかくガタがない、外れない、それがやはりちょっと一番うちのこだわりの部分ではありますね。いや、なんかこれつけただけでちょっと特別感みたいなね。確かに。まあだけどかっこいいですよ。かっこいいですよね。なんか降りる時にステアリングパカッて外してこう上に置いたらめちゃかっこいいですよ。いやだから本当今はレーシングカーって当たり前のようにステアリング外しておりますけど、跳ね上げたりね、だけど今ね、その一般の人が注目してるの、これ。そういうことですよ、盗難防止になるから。そうですよね、スポーツカーに興味のない人でも、一般の人たちでもやっぱり車盗まれないためにはこうやってステアリング外して家に持って帰る。なるほど、ね、家に飾っといてね。そうそう、だからドアは開けられても乗って帰られない、ざまみろって感じで。ただしその代わりエアバッグをちょっとつけられないっていうことの、そのなんかね、リスクはあるってことですね。エアバッグはそこら中から出てくるからね、いいじゃない、こんなとこから出てこなくてもまあそうですよね。こちらさんもおっしゃってたと思うんですけれども、その盗難防止っていう部分で、今そちらの今お持ちになっている商品をで、さっきも申し上げましたがどこでも売ってるわけですよね、なのでそれ上下で二分割されるんですが、ワンタッチで、そう持ってる人はいくらでもいるわけですよね、ただ外しちゃってるだけでは
僕も持ってるよっていう人がくっつけてしまう。なるほど、はい、そうだ、それじゃダメだ、持ってったって泥棒がステアリング持ってて、そうですよ、やらそうです、なるほど、なるほど、はい、頭いいね泥棒、それそうなんですよだからこっちもちょっと頭使わないといけないんで、うん、じゃあ蓋しちゃおうと、うん、持ってきてもつけられないように蓋しちゃおうと、あ、蓋だ、本当だ、はい、これ蓋なんだ、そうです、蓋して鍵をつけて、それでセキュリティ面を上げましょうと。ということは今度泥棒は蓋の合鍵持ってるかもわからないね、はい、そうなんですよ、でそうすると困っちゃうもんで、うん、まあ鍵も少しこだわった、うん、まあ、ディンプルキーっていう鍵を使って、やっぱ時間、うん、そうだよね、だってさ、はい、泥棒だからさ、あ、なるほどね、本当、これ難しいやつ、これは難しいやつだ、うん、じゃあこれなくしたら大変なことになるね、なる自分もできなくなっちゃいますね、自分もどうしようもなくなって大丈夫、スペアキーも販売しております儲かるようになってんだよね面白い、あー、すげえ、なんでこれ四角いんですか、うん、四角いのは何、こっちはこの跳ね上げ式用のキーロック、まあ、鍵ですね、で、うん、この丸いのはそっちの外れる用の鍵、あ、跳ね上げ式はできるんですか、やってみるの、はい、今までなかったんですけど、まあ、かなりやっぱり表あの要望が多くてですね、うん、作ってくれということで、これどうですか、じゃあ実際つけてるところ、あ、見たい、ね、今で、ね、見てみたいですね、うんうん、なんで今回は、これを装着済みの車をご用意しておりますので見に行きましょうか、うん、はい、見たい見たい、ではですね、ワークスベルさんのこのステアリングボス装着済みのものを見ていきたいと思います、はい、お願いします、まずは2台ありますがどちらから行きましょうか、じゃあこっちのラリー車から行きますか、はい、どんな感じでカパッといくのかな、このここを押しながらこれを引き上げる、ああなるほど、これで、あ、簡単だ、めっちゃ簡単に取れた、もう一回やってください、はい、あそこ押すだけで、これはなんでついてるかっていうと、車検対応を取るためにこれだけだとワンタッチだと車検が通らないんです、危険なので、うん、もし膝、まあ、膝当たることはないですけど、なのでツータッチにしてるんですね、あ、なるほど、大事ですよね、はい、でこれで外れるような、なるほど、はい、ではめるときはですね、うんうん、この引き上げた状態をキープしてますので、うん、でうちの売りはさっき言ったこのボールで止めてるっていう、うん、ここが売りなんですけども、はい、どこでもつきます、例えばこれひっくり返して刺します、うん、でもこれこれじゃ逆向いちゃってますよね、うんうん、トップ出てないですよね、うん、とここでしか、え、すごい、そんなことできるんだ、必ずトップでしかあのロックしないので、これは特許だこれでちなみにおいくらですか、このセットで全体で3万3000円です、うん、プラス、まあ、工賃、そうですね、工賃と、あとステアリングも購入していただかなくてはいけないので、でこれ先ほどお話ししてた今度セキュリティの部分になるんですが、うんうん、これですね、カバーしちゃうんだ、はい、これで、つけていただいて、はい、向きはですね、これが上になります、ここにトップマークがあるんですね、はいはい、ここにトップマークと鍵を上に合わせていただいて、うん、これでこれを押します、はい、するともう外れます、おで今ちょっとプッて今なっちゃったと思うんですけれども、うん、もしいたずらされて車を開けられて、うん、これを取ろうと泥棒は頑張ると思うんですよね、うんうん、するとこれを押した時にホーンが、いいじゃない、力をかけ、まあ、例えばドリルで揉もうとか、マイナスドライバー入れようとかすると力が入ってホーンが鳴るっていう仕組み、意外とアナログなんですけど、うん、あの電子タイプの盗難防止機器よりはあの逆にいいね、駐車場でプープー鳴ったりしないんで、そうだよね、誤作動が少ないっていうのがメリットですね、じゃあこれをつけてて、うん、今まで盗難になったことはない、あの問い合わせが来て、まあ、そういった助かったと、うん、助かったっていう言葉いろいろいただいてます、なるほど、はい、で今、まあ、ハンドル変える人ってやっぱさっきも言ったように、うん、エアバッグがなくなっちゃうだとか、そうだ、そこが一番だよね、あと最近のお車ってステアリングにこういうところにスイッチがいっぱいついてると思うんですよね、はい、うんうん、で非常に便利なスイッチなので、うん、なくなっちゃうのは嫌だと、うん、そういう方もかなりいらっしゃるので、そういった方用にこういうステアリングスイッチを移設、もともと純正でついているものを移設してしまいましょうと、ほう、でこれが移設キットになりますね、こういうスイッチ、あ、そういうこと、はい、え、これもじゃあオリジナル、そうですね、これもオリジナル、ね、ちょっと僕やってもらえますか、これ、はい、装着する
そういうことか。それこそここにね、ラジオとかね、はい、いろんなものがあるじゃないですか、それが全部そこに入っちゃうんだ。そうですね、はい、それができるんだ。もともとのそのついてる、まあ、あの便利機能ですよね、うん、それをもうなくさないでハンドルを交換しましょうっていう。こちらは跳ね上げタイプですね、はいはい、これ便利なんだよ。いや、めっちゃ便利これ本当に。乗り降りがすごい楽これね、正直言ってこの中でジーパンを脱げるんだよ。あ、着替えができたり ね、あと車中泊するのがすごく楽です。あ、そうですよ ね、だからそうですよ。だからジーパンからパジャマになるんですよ。これこれちょっともう一回見せてください。これだけ、はい、もうガタないです、ね、はあ、上げるのは、上げるのはあのこのさっきのやつのボタンと同じで、うん、このレバーを下げていくと、まあ、ダブルアクションで、まあ、安全という。なるほど。これでロックは、これでがそのロックになるんですけど、はいはい、これは下から上げて、あ、これね、はい、これで、あ、そういうことか、下がらなくなる。これ完璧じゃないですか、うん、これ、これで盗まれないってことですね、はい、この跳ね上げ式だといくらなんですか。これは4万円です。で、このロックが、これは、4万円ぐらい、ね、8万、はい、まあでもね、1000万クラスの車に乗ってるんだったら、あ、ね、10万、15万がね、間違いないですよ、だって、うん、いや、高くはないよ、盗まれること考えたら絶対高くない。まあだからプラス、まあ10万から15万ぐらいでね、これできるってことですよね。盗まれたこと考えればね、本当だよ、傷つくよね。だって今の日本の旧車ってすごい高いんですよ。そうだ、箱スタとか箱スカとかね、2000万、3000万するから。そうそうですね。だからそういうこと考えたら、こういう方が絶対いいんだよね。うん、そういうことですよ、うんうん、ドアは開けられちゃうじゃない、うん、ね、どんなことやっても、ね、でも乗ってみたらハンドルなかったとかさ、うん、こんなもんだ盗む気にならないでしょ、うん、だから絶対こういう方がいいと思う。いや、本当だ。私はなんかこの、まあ、もちろん防犯という意味でもそうですけど、なんか自分の大切な車をさらに可愛がってる感じがして、あのいいこだわりの部分だよねって思いました。うん、いいね、ねえ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。車の話、番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。